伊田譲る伊田譲るから1889年11月29日は、日本の大垣藩士、陸軍軍人、官僚、外交官。最終階級は、陸軍少将。元老院議官、肖像位、君位等、男爵。あざ、小はじめ、通称、五蔵。五、雷堂、青切窓。大垣藩主、伊田徹ー助の長男として生まれる。 安井即権に学ぶ。大垣藩では、藩主事項、法律教授方、教条役、教徒留守居役などを務め、第二次長州政党に出生した。その後葉、ば、不見の戦いに従軍。1868年、新政府に出資主軍務官判事司法となる。長使、軍務関係判事、会計関係判事、造兵局知事、行野の県県知事、行野の県知事、 久美浜県知事、長崎県知事、大倉大、進む、兵部大、進む、福岡藩地参事などを歴任し、1871年、陸軍少将となった。鎮税鎮大出張、陸軍省秘書局長、復習在勤領事、上海在勤総領事を経て、1874年2月、陸軍に復帰。広島鎮大司令長官、陸軍省、第一局長、 同大四局長、剣道第一局長などを歴任し、西南戦争に出征した山形有友の代理として、陸軍協代理となる。広島賃大司令長官などを経て、1880年3月、再び外交官となる。オーストリア在勤特命全権行使、フランス在勤を経て、1883年4月に帰国した。同年9月19日に、 元老院議官に就任。後に、北白川の宮部党を兼任。その死の直前、1889年11月22日に、男爵を助爵し家族となる。ありがとうございます。